熱血コンサル基礎産業。売上急拡大の蓄電池企業が破産、循環取引で水増し。この話をね、今回の話って蓄電池ってね、商売の選び方としてはそんなに悪くないんですよ。実は家なんかでもなんかね、蓄電池とか置いたりするようになったし、その蓄電池で儲けてるっていう会社って非常に増えたと思いますね。あれなんでなのかな、中国で作って日本で輸入するんだけど、その時に日本の許可を取れるような、まあ中国の工場で作るんだけど日本の許可を取るみたいなね、いうことがまあ結構やりやすくなってきたっていう、まあ背景があるのかな。それで中国の工場で作ってこっち引き込んでいくってことができたというかね。今回この D ライトっていう会社なんですけども、これもなんかファブレスメーカーみたいなんだよね。商社が真ん中にあるのかな。こう、要はお金を渡してるんだけど、それがまたこの D ライトに金が回って、どんどん回っていく中で、売り上げを作ってるように見えるんだよね。見えるんだけど、それを見せてどんどんお金入れていくんだけど、大きくなるんだけど、その自分のところのグループ間の中で投資したものが回ってるというだけだから、結局まあ破綻してしまう。要はグループの外から売り上げを取ってきてるわけではないから、その事業が永続しなかったっていうことですよね。投資の関係とかさ、やっぱりそういうことをやってる人って多いですよね。透明度が高い会計を作る必要性ということを訴えるニュースなのかなと思って今回取り上げたんですよね。大きい会社は循環取引っていうのは多いでしょうか？大きい会社ほど多いよね。循環してないとは思うんだけど、でも自分のところのグループじゃないにしてもね、仲のいい会社に循環取引みたいなことをやってくれみたいなことってよくあるんじゃないんかな。週刊ダイヤモンドがよく言う、こう倒産しそうな会社ランキングっていうのがあるじゃないですか。 S 社っていう会社がよく出るんだよね。そこがね、循環じゃないんだけど、業績関係の小売かなんかやってたと思うんだよね。在庫を一回買ってもらうのよ。在庫をこう減らしちゃうので、売り上げが立ったような形になってるんだけど、逆にこう戻るというかね、決算またいだら戻るっていうようなことがよくあるんだよね。大きい会社になればなるほど決算調整をするんですよね。でもこれね、悪いことではないんですよ、実を言うと。粉飾って小さい会社でも大きい会社でも絶対大なり小なりあるんですから。だけどそれを見てからお金を貸す側の方もプロとしてしっかりリスクの所在と大きさを見てから金を貸すのが当然あるべき行為だと思うので、循環取引が悪いと言ってるわけじゃないんだけど、どこにリスクがあるのか、事業をやることによってどういうリスクがあるのかっていうのを経営者もしっかり把握した上で運用しないといけないという例なんだと思ってるんですよね。取引実績で会社の信用度を判断することも多いんですけども、販売先の支払い能力っていうのはどのように見極めていったらよろしいでしょうか？これは難しい質問だね。銀行員時代でもよくあったんだけど、取引先と同じ銀行とお付き合いするというかね、いうことが必要なのかな。あとはまあ帝国データバンクとかでしっかりまあ資料を見るということは大事だと思うんですけども、やっぱりね、取引先の支払いか、こう、遅らせてくれとかいうことを受けないというかね、売上が上がる部分が遅れるっていう話じゃないですか、入金がね。それはまあ、それで仕方がないことだと思うんだけど、どうしてそういうふうになったのかというところをしっかりヒアリングするということが必要かなと思いますね。あとね、やっぱり現地に行かなきゃダメ。信用金庫職員やってた時もあるんだけど、その前、商社マンやってたんだよ。商社マンやってた時、その時にいろんなところに訪問して、そこの会社さんっていうのを見に行ってたよね。銀行員やってもそれだけ開拓できた理由なんですけども、それはどこで見てたかというと、ちゃんと働いてるかどうかっていうところを見極める。定例的に訪問して、やっぱり社長としっかり話すというかね、やっぱりそこの社長さんと仲良くなるってことも大事なのかなと思ってるんですよね。その取引先の実態把握っていうのはやっぱり行かなきゃダメなのかな。少なし社長と半年に1回ぐらいは会っとかんといけんっていうふうには思いますよね。自分が働かずに利益を得ることができるっていうようなうまい話はやっぱり信用できませんかね。どう言って言ったらいいかな。働かずに儲けられるのが一番いいのよ。僕らも実は投資しないわけではないんですよ、皆さんね。オルタナティブ投資業っていうのもうちもやってますからね。その会社が何をやってる会社なんですかっていう、要は実態が見えない。
そして社長がそういうふうに率先切って働いてるかどうかっていうところがしっかり見えないものに金を突っ込むっていうのはバカがやることだと思いますよね。一番儲かる投資って何ですかって、高橋雄一チャンネルかな、なんかね、あったんですけども、やっぱり未上場株というか、そういうところでやっぱり事業実態把握して投資を入れるっていうのが一番儲かるって言ってたんですけど、本当そう思いますよね。出さなくてもいいのよ。働かなくてもいいのよ。実態を把握しなさいと。調べることにお金使ってますか、調べることに対して労力をかけてますかっていうところが大事だと思うよね。駿河問題なんかもそうよね。あれだけ嘘つきの不動産屋にね、もうどいつもこいつも騙されたりね。サラリーマンしかできなかったっていうことだから、それで破綻しちゃったっていうような人ってたくさん見てきてるんですけども、それはどうしてかというと、調べるところにお金を要はかけてなかったと。駿河銀行からお金を借りることが悪かったんじゃなくって、その不動産屋に騙されたということが一番いけなかったわけじゃないですか。売り主もいるわけだからね。売り主がどうして売りたかったのかみたいなこととか、しっかり聞いてからそこの裏を取れてなかったっていうのと一緒なんですよ、これね。今回の投資の話もそうなんですけども、実際にその資金が還流しているかどうかっていうところを財務諸表を見て見抜けるやつって10位で1人ぐらいしかいないんじゃないのかな。だけど、その実際に本当にそれをやってるかどうかぐらいは、まあ取引先とか、そういうところを見る中で聞いたりとか、ある程度そのやってる人との実験者とやっぱり話をするとか、実験者もやっぱり顔が見えないような人と取引しちゃいけないのかなというふうに思いますよね。でも逆に考えるとこういうことね。ちゃんとその自分が要は世の中の役に立ちたいと思ってしっかりやってることに関しては、リターンが低くても付き合ってくれる投資家ってたくさんいます。何度でもやり直せる社会づくりを目指してやってって言ってるんですよね。もう企業がね、銀行に見放されても、いろんな人に見放されたとしても、最後まで寄り添える一人であれればいいななんてことも考えながら事業をやってるんですね。中小企業の社長にとって、まあうちは最後の砦みたいなところもあるから、プライベートエクイティというか投資家の人ってもたくさん見てるのよね。だからまあそんなに見入りが少なかったとしても、一緒にやっていけるというかね、いうところがあるからお付き合いしてくれるっていうのもあるんですよ。その辺もやっぱりこう事業を考えるときに企みが大きくないといけないっていうふうに思います。ここの部分に関して、やっぱりその銀行以外の資金調達の手法ですよね。今赤字で悩んでる、だけどこういう大きい夢がある、だからそれを叶えるためにどういうふうに資金調達をしたらいいかっていうところでお悩みの方はね、ぜひ一度ご相談いただければと思っております。